大人のあなたが夢中で描けるアートクレヨン。グリーンファンディングでお申し込みくださいね。はい。こんにちは。柴崎ですよ。ねお元気ですかあよかったえ。柴崎もご覧のようにね、今日も元気にやってます。えー、まずご挨拶ですね。2024年、 明けまして、おめでとうございます、えー。今日のテーマですね。これです。はい。ね。この鉛筆を使ってね、何を書くかというと、今年の江戸のあれです。そう。辰年ですから、理由を書いてみたいと思います。ね。2024年の柴崎の書き初め。 はい。えー、書き初めね。この鉛筆でどんなウが出来上がるかね。鉛筆だから分かりやすいからね。ゆっくりご覧くださいね。さあ、それではね、ウを描いてみましょう。えー、ちょっと縦長の画面でね、え、いっぺんにこのお見せできないので、まず頭部のあたりからね、書いていきます。今このぐるぐるっとね、ウの ま、前足のあたりをね。ちょっとあたりをつけてますよ。こんな感じかな？今日はね。上り竜です。ねえー、龍はまあ、想像想像上のね。動物ですけども、えー、今日はね。勢いよく空に登っていくという,うイメージで描いてみます。ね。 この頭のあたりにぐっと光が当たったようにしたいと思いますので、この背景をほんと暗くですね、描きながら、まあ、竜はこう角があるんですよね。うん。体は蛇のようにですね。非常にこう欲しいな動物、まあ、生き物ですね。はい。えー、この竜は、まあ、とても霊獣ですね。 霊力の持っている、まあ、あ生き物、霊獣で。まあ、中国の考えだと、この世の中には4つの霊獣があるんだそうですね。えー、その一つが、もちろん龍です。そして、あとは、麒、ま、麟、あ、ですね。そして、鳳凰。さらには、亀ですね。その中でもこの龍はね、 とも力がある勢いのあるねすごいまあ生き物というか <laughs> そういうもんなんですねはいさあだんだん重い目のあたり描いてみます、まあ、絵を描くときは、うん、最初からね暗いとこはうんと暗くね、えー、まあ、柴崎の場合は描きますそうするとこの紙の白との対比がねよく分かってですね えの展開がとってもやりやすいんですね。さあ、竜のこの髭のあたりを描いてますよ。はい。えー、もう竜はね、実際にはいないわけだけども、昔の人はすごいですね、この想像力っていうのは。豊かな想像力が生み出したもう力のある生き物ですね。はい。この竜は、 ああ、喉元にね、まあ、逆さにね、くっついてるね、うろこがあるんですね。まあ、体は全部うろこで覆われてるんだけど、喉元のうろこは逆さになってるというわけです。ね、逆さのうろこと書いて、激輪というんですね。はこのあたりですよ。で、この竜は普段は、まあ、水の中とか土の中にね、 大人しく潜んんででいるんですけども何かの具合でこの逆さの鱗激凛に触れるとね急に龍はまあ怒りだすというかねそして雲を呼び、えー、稲妻を呼んでね大暴れするというまさにね、えー、いきなり怒りだすね <laughs> ということを激凛に触れるというのはねここから来たことですね。 そして龍、えー、はまあ、前足と後ろ足あるんですけど、ま前足でね。この霊力のあるえ、をね。柴崎持たしてみたいと思ってます。さあ、この辺りにで描こうかな。こんなあたり、今日4本爪のね。理ですよ。こんなんでいいかな？はい。 ってよちょっと爪の感覚が変だな。これじゃ球が滑って落っこっちゃうね。こっちに爪を持ってこよう。ね。しっかり球をつかめるようにです。はい。まだちょっと変かな。待ってくださいよ。柴崎も本当の家は見たことないからね。ええー。この辺だったらいいね、きっと。はい。一生懸命想像して書いてるんですけどね。爪は、なんていうか、こう、わしの爪みたいですね。 グッとものをつかむ怖いですね、はい、でもきっと力があってこれが今年のねねえ干の生き物ですから今年いいことあるでしょうね。さあそして、えーまあ、竜の考え方は、まあ、中国から日本に伝わってきて日本のねそれまでの、まあ、いろいろなパワーのある動物と結びついて日本独特の 竜が出来上がったんですね、えー、海の底にも住んでいてね時には竜巻となって空に駆け上るだから竜が住んでいる海の底のねこの竜,竜宮って言いますよね竜宮城はい、後ろに今黒雲を描いてます一旦この竜が空に駆け上るとねこういうね黒雲を呼び越してね えー、雨が降るということですから、ね、稲作を生りとしていた日本の方にとってはもう恐れもあるし大事な神様でもあるんですね。はい、さあ手が前に出てきましたよしっかりと玉を握っています。そして今こちらら、ね、頭の方から今、えー 体の後ろの方ですねぎゅっと画面を巻いて、えー、尻尾の方に向かっているという部分を書いています。ねこう背中にはこんな何、えー、て言うのかな背びれがあるんですよね。すごいですね。そしてぐっと遠くの方にねこっちに竜の尻尾を描きたいと思います。こんなな感じかな、えー 中国や日本の龍はですねもうこのまま空を自由自在に駆け巡るんですよねヨーロッパの似たような龍に似たようなにドラゴンとありますけどねドラゴンはどういうわけか羽がありますね羽がなきゃ空を飛べないという考え方は東洋にはないですね、はい、さあ体をぐっとくねらしてね湧き立つ黒雲の中を 今こうやってね勢いよく動き回ってます登れるようですよそしてこれが稲光ですねガラ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 稲光というのは稲の光ですね稲光があると稲がよく実るということでだからそういう点でもこの流はありがたい霊獣ですね グッああと背中のト坂背中トサカじゃないな、えー、背中のね時々も描いてきましたしいよいよ口の中の規模を描きますグッとねこんな荒々しい口元ですねもうどんな災いでも払ってくれます最後に思いもを描きますこれを「我流転生」というんですね ここで失敗すると、もう、がりを転生を書くということで、ダメだっていうことになりますので、柴崎、丁寧に書いてみたいと思いますね。ここだけ色をつけますよ。さあ、登り竜です。できてきましたよ。あなたの運勢がますます今年よくなりますようにね。柴崎、お祈りしながら、ここまで書いてきました。どうかなね。はい。さあ、ね。 今年の絵と竜の出来上がりです。はい。描き上がりましたよ。よいしょ。ねえ。登り竜です。人形いいでしょうこのねえ、登り竜のように、今年のあなたの、えー、運気もね、ますます上昇していきますよね。う本当に柴崎、心からお祈りしてます。さあ。 えー、この1月の16日からね、銀座第7ビルギャラリーでね、えー、クレヨンがだけのね、個展を開きます。もうすぐですね、えー、あなたのお越しを、しばつき、心からお待ちしてます。はい、また会場でね、お会いしましょうね。はい、どうもありがとう。はい、またすぐにお会いしましょう。どうもありがとう。 柴崎春道公式オンラインサロン「シバー募集中だよツ」柴津なら YouTube では話せない「柴崎の特別なラグハシ」を月1でお届けさらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができるもちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています柴崎がリアルタイムで水彩画の基礎を あなたにわかりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵かきの会出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間が あっという間に経ってしまいますさらに柴厚メンバーなら柴崎に直接質問のし放題オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけますそんな柴厚のメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催たくさんのお客様にご来場いただき素晴らしいイベントになりましたさあいかがでしたか会社や学校地元の人間関係とは異なるアートが大好き 描くことが大好きそんな仲間が笑顔で集う場所それがシーバーツです詳しくは概要欄をチェックしてね。